吉井正人は日本の元プロ野球選手、野球指導者、体育学者。学位は体育学修士。現在は千葉ロッテマリーンズの一軍投手コーチ。和歌山県有田郡吉備町出身。現役時代は近鉄バファローズを皮切りに日本プロ野球4球団、メジャーリーグベースボール3球団でプレー。2007年に現役を引退してからは、 野球解説者としての活動期間を挟みながら、パシフィックリーグの3球団でコーチを務めている。また、2014年度以降は、筑波大学大学院の人間総合科学研究科博士前期、家庭体育学専攻野球コーチング論研究室の学生として野球のコーチング理論を研究。2016年には、日本ハムの一軍投資コーチへ復帰する一方で、 プロ野球シーズンの前に同家庭から修士の学位を授与されている。高校までを和歌山県で過ごす。東尾治とは卒業した小学校、中学校、高校が同じで、吉井は東尾と同じ背番号21を希望していた。中学生時代は陸上競技の円盤投げで近畿大会に出たこともあった。県立美の島高校では2年生の時、 1982年の春の選抜に控え投手として出場。準々決勝では上野山達之投手をリリーフして甲子園初登板を果たすが、エースへの木田健一郎を擁する PL 学園に0から1で赤敗。1年上のチームメイトに住吉義則、畑山俊二がいた。翌年にはエースとして夏の甲子園に駒を進める。 この大会では3回戦に進出するが、角の広志のいた高知賞に敗退。高校同期に山下則人がいる。1983年秋のプロ野球ドラフト会議で、近鉄バファローズから二位指名を受け入団。1984年は2軍で過ごした。1985年に1軍初登板、4年目に初勝利を挙げた。 1988年は抑え投手として活躍し、10勝24セーブで最優秀救援投手のタイトルを獲得10.19でも登板した。1989年にも5勝20セーブの好成績を残した。1989年の日本シリーズでは、第2戦、第3戦、第5戦、第7戦に登板した。第2戦、第3戦。 第6戦はいずれも無失点で、特に、第2戦、第3戦の試合終了に際しては、相手の巨人打線について、加藤哲郎らと共に、打たれる気がしない、気の抜ける打線などと公言していた。第5戦では、西一三塁の場面から、大木明監督の指示で、ウォーレンクロマテを敬遠して、原辰則と勝負して、満塁本塁打を打たれ、シリーズの流れを大きく、 巨人に傾けさせることとなり、試合終了後の談話では、満塁として投げにくかったという趣旨のこと、あの球ではいくら不調の腹でも打つという趣旨のことなど、ショックを感じさせず、人ごとのように独演会状態で話し続けたという。第7戦では、登板を告げられ、走ってマウンドに行くというパフォーマンスをやったが、中畑清に引退の花道となる本塁打を打たれるなどし、 走って疲れたという趣旨のコメントをした。1990年も抑えとして一定の成績を収めた。1991年からは不審に陥り、抑えの座は赤堀元幸が台頭し、登板数が激減。1993年からは先発投手に転向した。この時期には一軍監督鈴木刑事との間で確執があったことが報じられている。 1995年に西村隆二とのトレードでヤクルトスワローズへ移籍。ヤクルトでは先発陣の一角として活躍し、先発だけでの初の二桁勝利を挙げ始めて、規定投球回にも到達、リーグ優勝、日本一に貢献した。同年8月6日の広島東洋カップ戦では、試合開始早々に天候が悪化し、雷鳴がとどろき稲妻が走り始めた。 すると、突然、吉井の請求が乱れ始めて、支給を連発。結局3回途中8失点でノックアウト、試合も4から15で大敗した。このシーズン、吉井はそれまでセリーグで最も吉井死が少ない、投手だった。試合後、野村克也監督は、雷が怖いって言うんだよと報道陣に語っている。また野村はマネージャーに、今度から、吉井の登板する日は、 雷注意報が出ているか、俺に報告しろと言ったという説もある。1996年、チームが低迷する中、先発ローテーションを守り2年連続2桁勝利を達成。1997年、8月5日の読売ジャイアンツ戦の3回裏に、バックネット裏にいたと思われる観客が、レーザーポインターによると思われる光線を登板中の吉井の顔面に照射した。 目に構戦を受けた吉井はすぐさまマウンドを降り、バックネット裏を刺して抗議。犯人、狙った意図は未だ不明である。シーズンでは終盤まで、最優秀防御率のタイトル争いに加わり、ハイレベルな戦いをしていたが、最終戦で結果を残せず、リーグ3位の防御率に終わるが3年連続で2桁勝利となる、自己最高の13勝を記録しリーグ優勝、日本一に貢献した。 1997年オフに FA 権を行使。団の村を代理人とし、中日ドラゴンズ、読売ジャイアンツ、西武ライオンズ、阪神タイガース、横浜ベースターズの国内5球団からの誘いを、断りニューヨークメッツと1年20万ドル出来高で契約。NPB 史上初の FA 権行使によるメジャー遺跡となる。1998年4月5日の、 ピッツバーグパイレッツ戦でメジャー初登板初先発を果たし、7回を3アンダム失点でメジャー初勝利を挙げる。5月21日のシンシナティレッツ戦では9アンダー、3死球ながら1失点に抑え、ロモヒデオに次日本人メジャーリーガー史上2人目の関東勝利を挙げ、前半戦を16試合の先発で4勝4敗、防御率3.42、ホイップ1.29の成績で折り返す。 8月には、背番号を日本時代と同じ21に変更。6日のサンフランシスコジャイアンツ戦では、保守のマイクピアッツァと配球をめぐって、口論になったが、その後は一緒に食事に出かけるほどに、仲が良くなった。しかし後半戦は13試合の先発で2勝4敗、防御率4.52、ホイップ1.25の成績を喫した。 11月12日には2年500万ドルでメッツと再契約。1999年は右膝痛にも悩まされ、前半戦は17試合の登板で6勝7敗、防御率5.02、ホイップ1.240の成績を喫する。しかし8月には2勝1敗。防御率2.51、ホイップ0.80と高騰しチームの月間、最優秀投手に選ばれ。 9月5日のコロラドロッキーズ戦では10勝目をマーク。8月以降は2試合のリリーフ登板を含む11試合に、登板し5勝1敗、防御率2.31、ホイップ0.96と復調し、アリゾナダイヤモンドバックスとのディビジョンシリーズ第1戦では、日本人メジャーリーガー初のポストシーズン開幕投手となりランディ・ジョンソンと投げ合う。 アトランタブレイブスとのリーグチャンピオンシップシリーズ第一戦でも先発し、クレック・マダックスと投げ合った。2000年1月14日にトレードでコロラド・ロッキーズへ移籍。4月26日のパイレーツ戦で日本人メジャーリーガー史上2人目の本塁打を放つ。アジア人初の盗塁も記録している。6月には3連勝も記録したが、 前半戦は17試合の登板で4勝9敗、防御率5.55、ホイップ1.47の成績を喫する。9月3日のミルウォーキーブルワーズ戦で、日本人メジャーリーガー史上2人目の通算500、投球回に到達したが、結局後半戦も12試合の登板で2勝6敗、防御率6.32、ホイップ1.58と調子を取り戻せず28日に、 右腕上腕の手術を受けシーズンを終了。2001年のスプリングトレーニングで解雇された。2001年4月13日にモントリオールエクスポズと1年30万ドルで契約。先発とロングリリーフを兼任し、4月16日のメッツ戦では、新庄剛と対戦し、夕頃に仕留め、この試合以降16回に3連続無失点と好調を続けた。 6月8日のメッツ戦では故障したイラブ・ヒデキに代わって先発し6回0、3を2失点に抑えたが、打線の援護がなく敗戦。8月8日のヒューストン・アストロズ戦では延長10回から登板し2ヶ月ぶりの勝利となる NPB、MLB 通算100勝を挙げた。先発では11試合の登板で2勝7敗、防御率5.56、ホイップ1.56。 リリーフでは31試合の当番で2勝0敗、防御率4.03、ホイップ1.15の成績を残した。12月21日には1年30万ドルで、エクスポズと再契約。2002年のスプリングトレーニングでは、最速92マイルパーアワーを掲示するなどを調を、を、世開幕から先発として起用される。四月十六日のシカゴカブス戦で五回三安打一。 失点の投球で、日本人メジャーリーグ史上3人目の通算30勝に到達。しかし21日のメッツ戦で3回に、3を7安打3失点と打ち込まれ、先発ローテーションから外れる。6月11日のデトロイトタイガース戦で先発に、復帰したが、4回に、ランドオール・サイモンの打球が右方に直撃し降板。検査では異常は見られず、 20日のカンザスシティロイ・アルズ戦に先発し5回7安打無失点の投球を見せ8月6日のセントルイスカーチナルス戦では3年ぶりの関東勝利を挙げる9月に左肩を痛めオフに手術を受ける12月5日にノンテンダー FA となった2003年1月7日にオリックスブルーウェーブと契約この年のチームの開幕3連戦は古巣の近鉄との対戦で 初の開幕投手を務めたが勝てなかった。その後も先発として役割を全うできず中継ぎでも登板した。8月には左足首を手術するなど年間通して活躍できず、24試合に登板しながら2勝に止まり期待に応えられず、チームも投手陣の崩壊で再開に終わった。2004年は3試合の登板に止まり、戦力外通告を受ける。 他球団との交渉はまとまらなかったが、ブルーウェーブが近鉄との球団合併により、オリックスバファローズとなったことに伴い、4年ぶりに監督に就任した大木明が彼を必ず残せと球団に進言。合格すれば再契約という条件で2005年2月にオリックスのキャンプにテスト参加。大木から高評価を得て再入団した。 2005年は、大木監督の下で再出発し、先発を任されると2年ぶりに勝ち投手になると、負けなしの6連勝を果たした。しかし、8月13日のロッテ14回戦でのゲーム、雷のなる試合で2回持たずに5失点でノックアウト。敗戦投手となる。この試合で、雷に弱いことが、改めて証明された。6連勝後は5連敗して、シーズンを終了し、 合併球団1年目は15試合、6勝5敗、防御率4.03の成績だった。完全復活というほどの成績ではなかったが、自身を拾ってくれた、大木監督の期待に若干ではあるが答えた。なお、大木は監督就任前から肺がんを患っており、シーズン中にも過労で、居眠りや、西部ドームの階段を上がれなくなるなど体調が悪化していたこともあり、 この年限りで監督を辞任。その後12月15日に死去している。2006年も先発ローテーションの一角として活躍。3月29日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦において吉井が、マウンドに違和感を覚え、球場関係者が調べたところ、マウンドの中からクレーベースが露出し、補修の試し合が数十分間中断した。 1997年以来9年ぶりにオールスターゲームにも出場。第一戦でヤクルト時代の本拠地である神宮球場での外戦当番を果たした。最終的に19試合の当番ではあったが、日本復帰後最多の7勝を挙げた。2007年も先発ローテーション入りし、4月25日の楽天戦では5回1失点の好投で勝利投手となり、 相手先発のルーキーの田中正宏に投げ勝った。しかし、その後は、不調が続き、テリー・コリンズ監督から中継ぎ降格を命じられた。しかし、先発へのこだわりを持っている吉井は応じず、他球団への移籍を求めた。2007年6月28日に、平下浩二との交換トレードで千葉ロッテマリーンズへ移籍した。背番号は、高校同期の山下則人が、 現役時代につけていた24番で、山下引退後につけた立川隆から、そのトレード相手の平下を経て引き継いだものであった。移籍後は、一軍公式戦4試合に先発。しかし、一勝もできずに、防御率も13点台にとどまった。この結果、シーズン終了後の10月27日に、球団から戦力外通告を受けた。通告直後の吉井は、アメリカ。 台湾、韓国でのプレーも視野に入れるほど現役続行に強い意欲を示していた。やがて現役を続けると家族に迷惑がかかると考えるようになったことから現役引退を決めた。北海道日本ハムファイターズではロッテから戦力外通告を受けたばかりの吉井に投資コーチへの就任を要請した。吉井自身は当初は一切興味を示さなかったが、 やがて要請を受諾した。受諾の決め手になったのは、近鉄時代にバッテリーを組んでいた一軍監督の梨田正まが、コーチとしての吉井の素質を高く評価していることを聞いたことによる、2008年に日本ハムの一軍投手コーチへ就任。その一方で、ロッテ球団は3月11日に、日本ハムとのオープン戦を吉井の引退試合として開催した。これは、 メッツ及びロって在籍時の恩師である、ボビー・バレンタイン監督の計らいで実現したものであり、打席にもバレンタインが立った。吉井が投手コーチになった時描いた理想像が、大木さん、野村さん、バレンタイン、近藤さん、この4名。そしてもう一人、メッツの投手コーチボブ・アポダカからも大きな影響を受けています。彼は、最初に会った時、 自分のことを一番知っているのは自分自身だから君のことを俺に教えてくれと。日本でそういうことを言われたことがなかったので衝撃でした。この言葉がコーチ人生で一番の石になっているかもしれません。と語っている。日本ハムでは2009年まで一軍投資コーチ、2010年に二軍投資コーチ、2011年から2012年まで。 再び一軍投手コーチを務めた。2012年のシーズン終了当初は、2013年も一軍で投手コーチを続けることを予定していた。しかし、11月4日にコーチ契約を更新せずに退団することが、球団から発表。吉井は退団へ至った背景に、2012年から一、 軍監督に就任した栗山秀樹との間で投手の起用をめぐって確執があったことを明言。自身は投手主導の野球を実践したかったものの、栗山が野手を尊重する方針を打ち出したため、試合を壊さないために、系統のタイミングを早めるようになったことを挙げている。2013年から2014年までは、北海道放送や、FOX ス,スポーツの野球解説者として活動。 フォックススポーツでは主にベースボールセンターでメインアナリストを務めた。その一方で北海道放送と同じ JRN 加盟局で地元、関西のラジオ局でもある MBS ラジオのプロ野球中継やスポーツ情報番組にも不定期で登場。2014年には NHKBS1 でもメジャーリーグ中継の解説を務めた。 筑波大学大学院への入学2014年4月には、自身と同じ、元プロ野球選手の工藤君康、西俊久と共に、筑波大学大学院の人間総合科学、研究科修士課程、スポーツ健康システムマネジメント専攻へ入学。日本ハムコーチ時代の指導に対する反省から、自分の経験を理論で理解した上で、言葉で説明できるようになりたいとして、 野球コーチング論研究室で野球の指導に関する理論などを研究するようになった。しかし、工藤が11月1日に福岡ソフトバンクホークスの一軍監督へ就任したことを受けて、工藤から一軍投手コーチへの就任を打診。11月20日にはコーチへの就任が球団から発表された。ソフトバンク投手コーチ時代2015年には、工藤と共に、 筑波大学の大学院へ引き続き在籍しながら、ソフトバンクの投手コーチとして、主に一軍のブルペンを担当。3年ぶりの現場復帰。工藤による監督就任1年目でのパシフィックリーグ優勝、日本シリーズ制覇に貢献した。その一方で、投手への指導と並行しながら、大学院での研究活動の一環として、クイックモーションの早い投手に関する調査を実施している。 なお、球団は、シリーズ終了後に、三軍コーチへの移動を打診。しかし、吉井が大学院へ提出する、修士論文の執筆を理由に打診を辞退したため、球団は11月3日に、吉井の対談を発表した。日本ハムコーチ時代吉井のソフトバンク対談を受けて、日本ハムでは、吉井に対して一軍投手コーチへの復帰を打診。その結果、 双方の障壁がなくなったという結論に達したため、2015年11月29日に、吉井の一軍投資コーチ復帰を発表した。日本ハムへは4年ぶりの復帰で、背番号は前回の在籍期間中と同じく81。コーチ復帰の記者会見では、研究の道に進もうかと思った時に、熱心に誘ってもらった。今の自分の年齢では、 まだ現場で指導できると思っているので、断る理由も見つからなかったと述べた。なお、復帰が決まってからは、年末年始を返上しながら修士論文を仕上げた。2016年には、日本ハムの一軍投資コーチとして、アメリカのアリゾナ州で実施された、春季一軍キャンプに帯同。キャンプ開始前の1月上旬に、修士論文を筑波大学へ提出できたため、口術試験の結果、 修士号の取得が決まった。修士号の授与後は、栗山監督のもとで2018年まで日本ハムの一軍を指導していたが、同年シーズン終了後の10月16日に対談。対談当初は、浪人生活を送る可能性をほのめかしていた。現役の投手として最後に所属した千葉ロッテマリーンズが、日本ハムを再び対談したばかりの吉井に対して、 コーチへの就任を打診。2018年11月1日に一軍投資コーチとして12年ぶりに復帰することが発表された。現役時代に所属したチームのコーチに就任することは初めてで、背番号も初めて71を着用する。野も秀夫に競馬を教えた見返りにフォークボールを教わった。MLB 在籍中に記者会見で僕のフォークボールは のもじきでのものですと語っている。それまで時速150キロメートル近い直球で三振を取っていた吉井だが当時主に投げていた変化球もシュートだったためストッパーとしては脱三振数が少なかった。しかしフォーク州特後は先発で脱三振が増え、1996年には145脱三振を記録している。また、 ラモン・マルティネス期伝というメキシカンカーブなる変化球を操る。90年代中盤引く後半頃は、ノムと一緒にオフシーズンにバラエティ番組に出ることもあった。愛称は、オイアン。趣味は、ギター、競馬。極度の敬遠家である。大阪近鉄バファローズの最後の試合には、対戦相手のオリックスの選手として参加していたが、試合後に行われた。 なしが正さ監督の胴上げに、ベンチから猛スピードで駆け寄り参加した。公式ブログでは、選手たちを独特なニックネームで表現。また、記事の最後には、ほな、またという言葉を必ず用いている。2013年11月25日、ブログによると、JRA のバッシュ登録申請が認められた、こと報告した。2016年1月23日、 所有馬のフォーシームが初出走した。フォーシームは中央競馬では勝ち星を挙げられず、名古屋競馬に移籍した。地方競馬の馬種資格がないため現在の馬種名義は生産者のものとなっている。ちなみに、同馬の羽兄に JRA で G14 賞を挙げた名称サムソンがいる。1988年から近鉄監督に就任した大木明は、 投資企業の不規則さなどから、投資コーチの権藤や一部の投資との確執があった。吉井については、同年10.19のダブルヘッダーで、リリーフ当番した第1試合、9回終了前に、あわやに交代させられ、ロッカーのドアを蹴り上げていたという。1989年、近鉄は、マジックナンバー1で迎えた10月14日の、福岡大英ホークス戦で、木監督は、 そのシーズンも通して、抑え投手を務めていた吉井ではなく、あわやを優勝決定の場面で投げさせた。吉井は、グラウンドでの胴上げをよそに、室内練習場で用具に当たり散らして、ゴンドウ投手コーチが懸命に慰めた。シーズン終了後、ゴンドウはまだ契約年が残っていたにもかかわらず、対談した。大木女、萌え手勝では、1 0一9や1 9 8九年の、 優勝決定などに関する記述で、吉井への言及がほとんどない。しかし、2005年、オリックス時代の通り、オリックスの監督に就任した木が吉井を、オリックスに再入団させた。上記のように、木の厳しい起用法に反発心を抱いたこともあったが、根本的には口述のように木に感謝と尊敬の気持ちも抱いていた。 プロ4年目の夏当時ヘッドコーチだった大木から、吉井、来年はお前を良い場面で使うからなと言われ、もちろん大木が監督になるとは聞かされておらずと語っている。その後吉井は日本ハム投手コーチであった2011年に指導者の立場になって、あの頃の大木さんやゴンドさんが行っていたことが初めて分かったような気がする、と語った。 筑波大学大学院での指導教官は、工藤君康の在学中と同じく、准教授の河村拓。河村が、筑波大学公式野球部の監督でもあることから、在学中には、野球のコーチング理論やプロ野球選手の、クイックモーションを研究した。ソフトバンクの投手コーチ時代には、クイックモーションの速い投手という井原志太、いがらしりょうた、にに対して、 指導の合間に聞き取り調査や投球フォームの撮影を実施していた。吉井によれば、この調査や撮影で得られたデータを収支論文に反映させたという。その結果、日本ハムの投資コーチへ復帰した2016年に収支号を取得した。ちなみに、吉井は収支論文の講述試験に合格したことを伝える公式ブログ内の記事に、これで終わりじゃないので、 これからももっと勉強していいコーチになりたいと思うという抱負を記している。2015年のシーズン終了後にソフトバンクを退団してからは終始論文の執筆を優先しながら自身と同じタイミングでオリックスのコーチを退いたばかりの大島光一へ河村研究室の門を叩くことを勧めた。コーチとしての指導に限界を感じていたという大島は2016年から 筑波大学大学院の人間総合科学研究科へ進学すると、河村研究室で打撃の動作や、高卒プロ野球選手の育成環境に関する研究に従事。2019年からは、公式野球クラブのイートファクトリーベースボールクラブの初代監督を務める。ありがとうございます。